ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。そして今いる場所が屏風ヶ浦を見に来て、名前忘れちゃいましたね、なんとかなんとかマリーナというところにおりまして、綺麗な場所なんですよね。まずは概要欄 URL より、前回の動画を見ていただけたら非常に嬉しいです。銚子観光ですね、すごく良かった。久しぶりに行ったんだけど、ここまで変わってるとは思わなくて、こんないい場所あったんだっていうふうに思いました。この後は宿に向かってチェックインします。まだね、時間が少しあるんで、時間つぶししないといけないですね。では宿に向かいます。デイ、宿の方に向かってます。まだチェックイン時間まで、先ほども言いましたけども早いので、近くの道の駅で時間を潰そうかなと思ってます。で、本日宿泊する飯岡潮騒ホテルさんなんですけども、前半の動画でも言いましたけれども、黒湯という温泉が少し黒っぽいらしいんですよね。で、千葉県では結構黒っぽいお湯温泉の、宿もあったんですけども、一度も泊まったことがないので、非常に楽しみですね。ここから約30分ぐらいかかるのか、30分ドライブ楽しんでいますか。しました、飯岡潮騒ホテルさん。海沿いの宿という感じがしますね。そして結構でかいですね。それではチェックインします。チェックインしました。素敵なお部屋で、ベッドなんですよ。ベッドが楽でいいですね、ほんと。そして広縁もあって、この窓を開けると目の前がこのように海ですね。元気あれば明日の朝とか海見に行きたいけど、まあ行かないでしょうね。それではこの後少しゆっくりして早速温泉入りに行きます。今回のプランはですね、素泊まりなんですけれども、近くの人気ベーカリーのパンがついてくる、プランを選びましたので、こちら明日の朝食といたします。まだ全然チェックインしてる人がいないみたいなので、急いで温泉入りに行きます。誰も入ってなければいいんだけどな。しゃー、貸し切り状態だ。入ります。マジで真っ黒なんです、わかりますか、本当に。コーヒーですね、コーヒー、どす黒い。部屋に戻ってきました。黒湯、まさかあんなに真っ黒だとは思いませんでしたね。もう大興奮しすぎてね、すぐのぼせてしまいましたけれども、少しでも体に染みつけよう、体に染みつけようと必死になってびしゃ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 塗りつけましたね。そして貸し切り状態だったのがやばかった。もうこんな贅沢な体験はおそらく夜はねできないと思うので、マジで今できてよかったっすね。で、お風呂上がった後に、ドリンクバー見ました。量の多さ、豊富さ、種類の豊富さか。普段飲まないオレンジジュースを
思わずね持ってきてしまいました。ドリンク関係もあるとすげえ助かるんですよね。いつもね家から持ってくるか、薬局とかコンビニとかで買ってくるか、それとも旅館の高い飲み物を買うかとかね迷うんですよ。ただ重いからね持ってくるのがそもそもめんどくさいんですよね。これがドリンクバーで飲み放題ってなるとね、明日のコーンスープとかも味噌汁とかも飲めちゃいますからね。マジで今なぜ温泉が黒いかと気になっていたら、さすがですね、インフォメーションに書かれてました。ベッドにコテントしました。こちらの宿を楽天トラベルで予約したんですけど、写真で見た時ね結構年季が入ってて老朽化とか激しいのかなとか思ったんですけど、実際に来てみると外装も、まあ、多少は年季入ってるのかもしれないですけど、まあ、海から近いですからね、まあ、外装も内装も全然綺麗で、接客もすごく良くて、ご飯食べるところもすごく綺麗でしたよね。で、あれだけドリンクバーの種類も多くて黒湯でマジで好印象なんですよね。で、今日は、素泊まりで予約したんですけれども、近くに何軒か居酒屋さん、見繕ってますんで、本日はそちらの居酒屋さんに行く予定です。それでは今日もね興奮して眠れなかったので、いつものように仮眠を取って、夕方過ぎぐらいに起きようかなと。それではおやすみなさい。来ました。いい雰囲気の居酒屋さんですね。